媒介はそなたによく馴染んでいるようだ。星々の声もより鮮明に聞こえておろう。はい、バローナさんのおっしゃる通り、いただいたハンドベルは私の波長にぴったり合っている気がします。ぴったりしすぎて少し困るくらいです。夜になると星が騒ぐので。わざと困らせているのだ。それはそなたが心を閉ざしていた間、呼びかけを無視され続けた仕返しよ。だったらたくさん謝らなくちゃ。寂しい思いをさせたんですもの。ああ、そうしてやるといい。何、気が済めばすぐに落ち着くものだ。挨拶代わりと思っていればよい。はい。そなたの同居人は息災か？ルルですか？はい、羨ましいほどに元気にしています。大方予想はつくが、賑やかな同居人は星の声よりもうるさかろう。でもルルのお話を聞いているのはとても楽しいんです。頑張り屋さんで、いつだって前向きで、私の心まで明るくしてくれるから。そなたらは良き友であり続けるだろう。出会ったことすら運命だったのかもしれぬ。え？アミ、そなたの友は一筋縄では行かぬ特別な運命の持ち主である。ほどなくあの娘は属性を得るだろう。試験など建前でしかない。我が法友らが与えたのはただの起源だ。色に染まり他者に添い生きるか、無垢のまま全てを得るか。どうやらあの娘の行き着く先は後者であるらしい。アミ、我ら星読みは運命に干渉する力を持たない。ただその声を聞き届けるだけの伝達者。決して動かせると思ってはならぬ。それは禁忌に値する行為だ。はい、分かっています。そなたの力はいつか必ずあの娘を守る。たとえ間接的にであれ、そなたが願う限り星は力を貸すだろう。精進せよ。時は近い。難しかったらいいのよ。いた。ええ、大丈夫だから続けて。
大げさよ。すごくなんかないわ。挑戦してみる？私の髪は少し癖があるから。でもルルが頑張っているのはちゃんと分かったわ。どうもありがとう。また今度ね。私は小さい頃からずっとやっているからよ。さあ、朝ごはんを食べて約束通りお庭に行きましょう。ことはたくさんあるわ。まずは枯れ草を抜いてあげましょうか。そのお花、元気がないけどまだ枯れていないわ。これなら魔法で元気にしてあげられると思う。魔法を使うのは最後よ。周りの枯れ草を抜いてからじゃないとうまく栄養が行き渡らないの。だから先に抜いてしまいましょう。コツをつかめば簡単な作業もあるわ。それに私はお花のお世話をしているとすごく楽しいの。だからあまり大変だとは思わない。そういえばね、おばあさまに手紙を書いたの。大丈夫よルル、あなたが心配するようなことは何もないの。今まで私が抱えていた気持ちも初めて全部打ち明けたの。きっと心を閉ざしていたのは私の方だったの。だからもう一度やり直したいと思って。まだおばあさまからどんな返事が返ってくるかはわからないけれど、でも大丈夫。今ならどんな厳しいことを言われたってきっと負けないわ。ありがとうルル。あなたにそう言われると本当に大丈夫な気がしてくるわ。
お疲れ様。じゃあそろそろ戻りましょうか。これは何かの種？確かマーガレットの花言葉は真実の友情だった気がするわ。ルル、ええ、そうね。じゃあ種を植えましょうか。おきましょう。きっと自然のままが一番いいと思うの。ええ、一緒にお世話しましょう。そうね、一緒にお祈りしましょう。出ますように。綺麗なお花が咲きますように。ずっとお友達でいられますように。でも、あなたが同じ気持ちでいてくれてすごく嬉しいわ。ルル、頑張ったものね。じゃあ、手を洗ったら食堂へ行きましょう。ルル、アミ、こんにちは。何をしていたのですか？そうなのですか。二人とも相変わらず仲が良くて何よりです。そうね。花壇の花も綺麗ですが、私は二人も綺麗だと思います。え？これからもずっと仲良く咲いていてくださいね。すみません。怒られてしまいましたし、私は退散します。さ、ルル、もう寮へ戻りましょう。